こんにちは、デモンストレーターの田原栄一と、ポートレート100人切りフォトグラファーの橋本恵美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ先生、さっき衣装バッチリしてたからマスク取るんじゃないの？あ、取って問題ないですか？先生がマスク外して私がしてればとりあえず OK じゃない？はい、ちょっと失礼してもよろしいでしょうかね。はい、ということで、はい、今回の動画は来週ですね、8月24日に橋本恵美子先生、はい、今回ポートレート100人切りというのを展示をですね、はい、写真展をやらせていただいてます。健康的なギャラリーでやってるんですけども、それの関連イベントでこちらの健康的なスタジオでライティングの勉強会、はい、開催したと思います。8月24日開催、11時からだいたい2時間ぐらいということですね。はい、そうです。で、先生はもともとライティング、はい、あまり得意じゃなかったんですよね。そうですね、初めはこういう機材を全く使ってなくて、いろんなワークショップとか、はい、あとは独学で勉強したりしていくうちにポートレートでも使うようになりました。なるほど。まあ自然光で撮るという技はもちろんあるんですけど、はい、必要においてね、やっぱりライティング入れた方がいいということで大事ですね。で、告知では先生ストロボというふうにお伺いしてたんで、私今回このゴドックスの V1 まあこれね、 V1 シートありますから、先生が使ってるキャノン用だったりするんですけど、まあお客様ね、いろんなカメラの方いらっしゃるから、そうですね、まあこのアマチュアの方から、はい、この会場にいらっしゃると本当にニコン、キャノン、ソニー、フジ、ペンタックス、オリンパス6つ用意ございますから、うん、あ、そんなに対応してるんですね。はい、ここのところがね、それぞれ違うというのがありますので、どれが来ても大丈夫なんですけども、先生ご自身はもうこのクリップオンタイプだったり、はい、あとワイヤレスで光らしたりっていうこともやりますか今回？あ、やります。はい。こちらを使って。はい。ということも考えておられるんですけども、なんか募集ストロボって書いてるのに、なんかだんだん LED の方に気がいってるみたいですよね。ちょっとある方から LED ライターのデモンストレーションを見せてもらったらすごい楽しかったので、はい、まあこういうことでね、はい、今この LED つきましたけど、これゴドックス、まあ、ストロボのメーカーと同じゴドックスの LED で、はい、これくるくる丸めて持ち運べるタイプ、あ、コンパクトになるんですね。ですけど、これ今ね、光の色味がいわゆるちょっと暖色系、3900K だ、ちょっと暖色系でしょですね。この後先生を照らす光をどん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 色を白い方向に、うん、これ今 5600K、 お、青みが強くなりましたね。はい、まあどちらかというと白い光になっているわけですけど、うん、これ逆にじゃあもっと黄色い方向にとすると、ほら 3300K、 うーん、という具合で、この LED 一つでも結構いろんな色味で調整できたりとか、ね、あとストロボって瞬間光だから撮ってみた状態でね、はい、チェックしないといけないのが、これは見ながら撮影ができるということで、見た目で分かりますね、見た目で分かるということで、はい、まあ勉強しやすいんじゃないかと。そうですね、いうことで、まあ前半多少ストロボが入りますけど、はい、この LED でもですね、ライティングの勉強と、はい、いうことを考えているわけですね。はい、1灯使ってみたり2灯使ってみたり、はい、いろいろ試してみたいと思います。そして今回さらにこれも使うそうなんですね。これ今ね、健康的なの周りではすごく流行ってまして、先日高校生の撮影のイベントがありまして、はい、まあ、イベントというか高校総文っていう総合文化祭っていうのがありまして、インターハイみたいなやつですね、ありまして、そこでもねこれすごく使ってたんですけど、そうお聞きしたんですよ。これ色がね、本当に カラフルで色が変わるということで、今モードがなんか入ってるね、まあ、これね、いろんなモードに変えられるのと色が変えられるということでね、うんうんうん、あ、今これ音で反応するモードになってますね。音で反応するっていうの面白いですよね。あ、今反応してる、はい、まあ、そういうことでこういったものもありますし、あと今色がこれブルーからだんだんこれ変わってる、うんうん、これね、ポートレートに使ったらすごい面白いんじゃないかと思って、これ先生の顔今こう照らすとね、はい、先生の顔が緑になってるとかね、はい、うん、ということで、まあ、ぜひ使いたいなと、こういったものもね、いろいろ試しながらということで、はい、今回2時間ライティングの勉強をしてみてはいかがでしょうかと、はい、いうことですね。そうです、はい、ということで今回健康的なスタジオ
平日で、ね、なかなかこういった勉強会ないんですよね、セミナーとの勉強会とか。あ、そうなんですね、はい、土日が多いですか。土日がやっぱり多いんで、うん、こういったライティングを勉強してみたい方ですね、ぜひお申し込んでいただければと思います。いろんな機材ありますので、はい、はい、まあ、あの橋本先生のポートレート100人切りから得たノウハウ、今もう200人を超えて第3週目行ってますから、何人ぐらいですか、トータルすると。そうですね、220人超えてますかね。はい、まあ、220人を取ったノウハウを、はい、お教えいただけるんじゃないかなみたいなことがありますので、はい、まあ、そういったところも含めてですね、ぜひぜひ、はい、ぜひご参加いただければと思います。でよろしくお願いします。お待ちしてます。橋本先生、当日はライティングのお話ということですけども、どういった感じでライティングのお話をしていこうという感じなんですか。はい、まずはですね、シンプルな一頭でどういうふうに照らすかをやってみたいと思います。はい、はい、では、こちらのですね LED ライトを使いますね。はい、はい、ちょっと今色温度が、はい、ちょっと赤みが強いので、低いってことですね。はい、はい、白くなりましたね。はい、あ、だいぶ違いますね。で、ちょっと、背の高さより上の位置から、はい、まあ、太陽光がこう上から差すイメージですかね。はい。で、お顔に当たるように、セットします。ああ。だいぶ顔色変わりました？はい。ですよね。ちょっと色つや良くなったんじゃないですか、みたいな感じですね。はい。で、そうすると反対側には、まあ、影が出るというか、はい、出ますね、こちらは。はい。暗くなるので、ちょっと反対側もありますね。はい。後ろ失礼します。白レフですね、今。はい。どうですか、変わりますか？あ、ちょっと影が薄らに見えますかね。はい。まあ、でも実際に一人で撮影の時ってこう持ってもらう人もなかなかいないと思うので、はい。ここではですね、これはカボックと。まあ、ここの会場ではこういったあのシステムの布がついたものでね、やってますけどね、まあ、カボック的なものですね。はい。まあ、こんな感じでですね、こう反対側に白い面を置くことで影を起こすことができるので、起こすというのは暗いところを明るくするということですね、はい、そうですね、影の部分を薄くするという意味です、はい、どうでしょう。なんかまあ立体的には見えますけども、ちょっと影が薄くなりましたね。そうですね、結構女性のライティングとかでは影が薄めの方が好まれるかなという感じが、はい、しています。なるほど、はい、まあ、こういった一等ライティングをベースに今回はお話をいただきつつ、はい、まあ、あのここにはライティングシステムいろんなものがありますから、二等とか場合によってはですね、はい、実際にやって先生の手本を見ながら皆さんが撮影するみたいな感じでしょうか。いろいろ角度を変えてもらったりとかしてできたらいいなと思ってます。はい、ということで橋本恵美子先生でした、はい、まあ、当日はね、もっと2時間たっぷり時間がありますから、はい、いろんなライティングのお話をいただけるかと思います。ぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いします。お待ちしてます。